はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイジです。では信長の野望創造戦国立志伝の続きプレイをしていきたいと思います。前回ですね、もう武田を息の根を止めたと思ったんですが、なんとこの富士吉田城にまだこもってました。しかもここに武将73人、兵数1万に対して武将73人っていうね、めちゃくちゃ美味しいところがあるので、今回はまずここの攻略から入っていきましょう。すでに兵は送ってますんで、ここに対して誰よりも早く到着する。信玄が出てくるよね。ご命令を報告いたします、報告いたします。山形城の攻略はしていいよ。報告いたします、先月の収支です、報告いたします。やるとするか。さすがは信玄だな。ガリガリ削られてますね。ただあの信玄のこもる最後の富士吉田城だけはどうしても北条にも譲りたくないところなので、増援を出しましょう。ここは本当に譲れない。いやー、北条からの頼みでも武田との停戦は受け入れられない。どうしても今武田を潰しておかなきゃいけないんですよ。それくらいわかるだろう。このあと今川と戦うためには武田の優秀な家臣団がどうしても必要ですからね。先月の収支です。助太刀いたす。いや信玄マジで強いな。これ信玄の強さ恐ろしいほど強いですけどね。ご命令を、先月の収支です。こもった時の信玄とか本当シャレになんない強さだな。これさらに増援出さなきゃいけないのか。マジか、すごい強いですね。いや分かってはいたけどここまでか。最後の武田の息の根を止めるのに何万という軍勢が塵に消えたな。さあここはじゃあ力攻めで息の根を止めにかかりますか。数の上ではこちらがおそらく有利。100とかですもんね、信玄の方は手勢が。ただね、謙信いるし、雪村正幸、真田一門もいるし、もちろん武田四天王もね健在だしって考えると相当強いですよね、武田の家臣団は。さあこれで武田の軍勢領地、家臣団を手に入れて、あとは南部も平らげておきたい。
ところですかね。そしたらもう北側に兵力を配置しておく必要がなくなるので、全部今側にぶつけられる。その状態が出来上がったら、いよいよ本当に反抗作戦が開始できそうな感じかな。まあ、武田とのね、もともと国力差もかなりあったんですけど、まあ、よくここまで逆転できましたね、自分で言うのもなんですけど。あとは、さっきから言ってるように、今側にどうこの後対抗していくか。まあ、そういったところになっていくかなと思います。じゃあもうこのまま城攻めに入って終わりにしましょう。これで本当に武田の息の根を止めたはずだ。いやー、なかなかどうして。そしたらここも事業として与えちゃいましょう。飛び地にはなりますけどね。楽しみなのは、家臣団ですよね。家臣団。全員登用。いやー、一気に武将が潤うわ。100人ぐらいにはなるんじゃないかな、これで武将、家臣団も。すごいみんな病にかかるな。で、氏康が死んで、氏政に北条は代替わりしましたね。そしたらこちらも与力をバシバシつけていきましょう。まずは信長家には、まあ、基本もう上からね、バーンと何も考えずにつけていくでいいかなとは思うんですが。いや、こんだけ武将がいると気持ちいいわ、本当に。何にも考えなくていいですからね。まだいるか。真田一門がいるね、ここには。さあ、これで本当にさっきも言ったように、一気に武将の数含めて戦力が変わったんじゃないかな。まず大友ですが、武将165で52万の兵力ですね。で、今川は、さすがですね。武将数614、兵数が140万。で、北条はというと、武将数が198、兵数62万。で、南部は、
武将93、兵数25万で、我が方はというと、武将205、これは北条を超えてるな。拠点数こそね、割ってますけど。で、兵数は28万ですね。まあこれはすぐにもっともっと回復してくるでしょう。って考えるとかなりのもんだな。じゃあ、さらに寄り気をつけていきましょう。特に寄り気をつけていってあげたいのが、この、あやちゃん軍団ですね。ここは、この先、がっつり、南部とやり合ってもらわなきゃいけないので。で、これで今、稲葉山にどんくらいの武将が入ってるかというと、あ、武将これで6人になってますね。うんうん。バランス的にはちょうど良さそうだ。表情を始めます。先月の収支です。そしたらいよいよ南部と海戦になるかな。南部の方はというと、まあ兵数でいうとどうだったかっていうと25万で、我が方が29万、まあ30万ですね。で、武将数はこちらが倍いるので、まあ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 普通にやれば問題はないかなっていう感じかな。あとは的確に増援を出してあげる形になるかなと思いますけどね。まあ、ただ南部もね、もう武田がいなくなった今となっては兵力が回復するだけ、あとは国が潤うだけっていう状況におそらくなっていくんじゃないかなと思うので、まあ、ここは一気に決めにかかりたいですね。まあ、どんだけ軍勢が出せるかというのもあるんですが、とりあえず10万規模の軍勢を出していきましょう。これで落としてくれればいいんだけどな。帰っていくパターンだね。帰っていくパターン、これ前もありましたよね。命令するんだけど帰っていくっていうパターンね。収支はこのようになっております。しょうがない。そしたら一個一個の城を落としていくか。ただ山形城兵数1万、天道城1万1000、鶴岡7500。やっぱり敵の城は充実してるな、戦力が。ただ今川と海戦しても勝ち目はやっぱりないんだよな。いやーでもな、今川がこれ九州にまで上陸するってことになると、いよいよもう終戦かなって感じもするな。今川をもし叩くんだったら、やっぱりこの琵琶湖を挟んで右側、まあ、東側って言った方がいいのかな。東側をいかに早く抑えられるかですよね。そうすれば一応琵琶湖から東側に関しては味方の勢力で抑えられるという状態が作れますからね。まあでもそれにしたってな、山形城を落とすにしたって敵の戦力兵力膨大だよな。
試しにちょっと軍勢を出してみますか。どういう展開になるか。これで約10万近い軍勢を出すことになるんじゃないかなと思うんですけど、これでどうなるかだな。思いのほか敵はでも軍を動かさないですね。もっとこうアレルギー反応があるったかのごとく、劣化のごとくこう軍を繰り出してくるかなと思った割にはあまり出してこなかった。これはもしかしたら落とせるかもしれないな。大筒陣地とかもね、1個じゃなくて2個3個と作れるようになってくると使い道が一気に広がってきますけどね。敵の増援が来たな。ここで敵の増援だ。もうあそこの大筒陣地がね、届かないですからね。あれがね、天守にまで届くような大筒になってくるとかなり威力を発揮しそうな。いやいや、思ったより抵抗がなかったな。なんかこの調子だと一気に南部の城をゴリゴリ落とせそうな、そんな気すらするな。ちょっと何個か、もう何個か様子見てみますか。敵の動きを、まあ、探るという意味も含めて。表情を始めましょう。報告いたします。収支はこのようになっております。報告いたします。敵を追い詰めます。まあ出てくるよね。いや、こうなることを予想したんですよ。敵が劣化のごとくこう怒り狂って攻めてくる、ゴズメを出してくるっていうね、こういう展開。ただこっちの方が決戦に及んだ時には実は意外や意外、一気に敵の戦力を削れたりしていい一面もあるんですよね。ご命令を報告いたします。報告いたします。なんでここも合戦に持ち込んで一気に敵の戦力を削り取りましょう。まあ、ここも敵の数1万、味方が3万8000。我に続け。私に続きなさい。
お、モグラ攻めやってくれたか、影勝が。いいね。敵の援軍が来た。これで敵も2万を超える軍勢になりましたね。さらに敵の増援か。これで敵も増援はできた感じはあるけど、先に天守に取り付けられれば敵の増援は全て回想させることができるので、まあ、そこをちょっと目指しましょうか。そうなると影勝が頼みだけど、影勝もちょっと苦戦気味だな。一旦ここで兵を引き上げましょうか。味方もね、まあ敵がどんくらいこうヒステリックに反応してくるかっていうのを見たかったっていうので、まあ攻撃を始めたこの戦いだったので、まあやっぱり想定の通りの反応だよねっていうのが確認できたので、ここで一旦兵を引きましょう。ここさらに攻め上るだけの力はさすがに残ってない。結構死んだね、一気に。表情を始めましょう。報告いたします。収支はこのようになっております。報告いたします。そしたら治療を与えておきましょう。うん、まあ南部に対してこちらは35万、南部22万に対してこちらが35万で、まあ、さらにどん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 、兵力的には上がってくるかなと思うので問題ないでしょう。で、今川に対しても大丈夫だね。よし、なんとなく形は見えてきましたがね、今川に対して対抗するための策が。このようになっております。
今川 VS 大友の戦いも大詰めになってきたな。最前線だった天童あたりを取ったので、このあと実はこの鶴岡とかって4戦ぐらいしか兵いないですよね。だこれこのあと回復してくる可能性が高いんで、叩いておきたいけど味方もちょっと戦力は回復しないかなっていうところですね。ちょっと残念。はい、ではちょっと今回は短いんですが、これくらいにしてですね、次回、南部家攻略をして、南部家攻略の後はいよいよ今川に対して反響を翻していきたいというふうに思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。